今回はエアフォースワンの入門編ということで、はい、スニーカーに詳しい林間スタッフの鈴木さんにエアフォースワンの歴史、名前の由来、特徴、そしておすすめカラー4つを紹介してもらいたいと思います。お願いします。お願いします。エアフォースワンっていうのはそもそもどういうスニーカーなんでしょうか？エアフォースワンっていうのは1982年に発売されたバスケットボール専用シューズなんですね。そうなんですね。これもバスケの、はい。あ、そうです、そうです。エアジョーダン1もそうでしたけどね。そうです、そうです。エアフォース1は実は、エアっていうソールのテクノロジー、ソールの中に空気、うん、エアバッグを入れるっていうテクノロジーが開発されたのが1978年なんですけど、はい、そのエアをバスケットボールシューズとして初めて搭載したモデルっていうのがエアフォース1なんですね。そうなんですね。こっちの方が先というか、これが初めて。そうです。実際にエア自体が搭載されたのは、1982年のテールウィンドが初だったんですけども、はい、テールウィンドはバスケットシューズではないので、バスケットシューズで初めてエアが搭載されたのがこのエアフォースワン。はい、そうです。まあね、今エアっていうね映画もやってますからね。あれをぜひご覧ください。これ別に番宣で出てないんですけど、いい映画でしたね。エアっていうとエアジョーダン1を思い浮かぶと思うんですけど、はいはいはい、エアジョーダン1は実はもうちょっと遅くて1985年なので、エアフォースワンが発売された3年後、うん、こっちも先輩なんですよ。エアフォースワンっていう名前の由来って何なんですか？エアフォースワンっていうのはアメリカ大統領が飛行機に乗った際、登場した際に空軍機がサインとして発信するエアフォースワンっていう信号があって、あ、それが由来とされてますね。それをそのまま採用した。そうです。エアフォースワンの、まあ、歴史的な概要はそのようになっているんですけども、はいはい、見た目としての特徴はもうとにかくシンプルなところ、うんうん、これがそのよくあるシュプリームコラボのやつなんですけども、はいはいはい、定番のエアフォースワンに結構近い形で、うん、そうですね。これを見ていただくと分かる通り、とにかくシンプルなんですね。色の切り替えが少なかったりだとか、エアジョーダン1とかだとその結構パキッとしたカラーリングだと思うんですけど、はいはい、で結構いろんな色使えますよね。そうですよね、うん、エアフォース1は基本的にはシンプルな色で、でつま先がちょっと細いっていうのもシュッとした印象になるところかなとは個人的に思います。おすすめカラーを4つですかね、はい、紹介して、はい、4つですもらおうと思います。はい、はい、まず一つ目が、これですね、はい。シュプリームコラボエアフォースワンローですね。これは白と黒、ホワイトとブラックの2色展開。2020年にシュプリームとのコラボで発売されたモデルで、うん、本当に最近なんですけども、4月23日にリストック、再販がかけられるっていうのも、また注目が集まってます。そうなんですね。そういうとこですね。これいいっすね。めっちゃシンプルなエアフォースワンに、こう、ワンポイント、シュプリームの有名なボックスロゴが入るという。ここのボックスロゴがですね、ちっちゃいんですけど、結構意外と足元にあると、白に赤なので目立つ。うんうんうん。程度で、ワンポイントあるっていうのが特徴かなと。シュプリームとナイキのコラボで出されたエアフォースワンって、うん、このシンプルモデル以外にも結構ありまして、2012年に出たモデルであったりだとか、あと1じゃないんですけど、エアフォース2のあったりするので、そういうのもあるんですね。そうなんですよ。気になる方はぜひ探してみてください、うんうん。じゃあこちらのアイテムはおいくらでしょうか？状態により価格が上下するんですけども、大体相場ですと3万円前後で。3万円？そうですね。なので、かなり手が届くというか。そうですね。皆さん手に取っていただきやすい価格帯、かつ、万能な一足だと思います。うんうん、確かに。エアジョーダン1でもう感覚がバグってました。エアジョーダン1は高いですからね。二つ目はこれです。キスコラボのエアフォースワンローホワイト&レッドになります。へー。キスっていうのは2011年にアメリカで設立されたセレクトショップで、2012年に開始されたそのブランドになります、うん。セレクトショップオーナーの方はですね、数千足持つぐらいのコレクターとして結構有名で、まあ、そういうところからこういうコラボに転じたのがあるかと思います、うんうんうん。ナイキ以外にもですね、キスはアディダスであったりだとか、オフホワイトやモンクレールなどともコラボしている、うん、というところで、名だたるブランドですね。そうなんですよ。こちらのモデルは、うん、アメリカ国外初のフラッグシップストアが宮下パークにオープンしました。はいはいはい、ありますね。その記念のモデルで、日本っていうところで赤と白で日の丸をイメージしたっていうカラーリング。そういうことで赤が入ってるんですね。そうなんですよ。よくないですかこれ。いいっすね。しかもなんかここの素材の感じとかもすごい、はい、高級感ある感じなんですよね、うん。ここもですね、金になってる。普通はシルバーというか。そうなんですよ。基本はシンプルながらもちょっと一癖効いてて、いいスニーカーかと思いますね。で、これキスとナイキのコラボって、アパレルもあるんですけども、実はこれ以外にもエアフォースワンが
展開されたりするので、ほうほう、まあ、そちらも気になる方はチェックしてみてください。はい。こちらのアイテムはおいくらでしょうか？こちらのものでですね、約5万8000円になります。おお、やっぱスニーカーにしては結構ちょっと高くなってる。そうですね、かなり人気なので、うんうん、汎用性がものすごく高くて、うん、ここの赤のスブッシュであったりだとかも、結構ナイキとしては、確かに。ちょっとだけレアなディテールがあったりするので。うん、赤のスブッシュって珍しいですよね。珍しいですね。ないこともないですけど、そんなに多くはない。うんうん、シカゴもスブッシュは黒ですから。あ、そうですよね。そうです。あと、後ろもですね、ナイキキスっていう風に、上にですね、スブッシュの上にキスっていう風に書いてある。あ、本当だ。気づかなかった。っていうのもちょっと遊び心が効いてて、僕はすごく好きです。はい。次3つ目が、オフホワイトコラボのエアフォースワンローボルト。これまた、だいぶ違いますよね。そうなんです。これもかっこよくてですね。まず、オフホワイトというと、ラグジュアリーストリートってジャンルがありますけども、はい、あれのパイオニア。で、このコラボの、オフホワイトとナイキのコラボでザテンっていう、はいはいはい、ありましたね。そうですね、全10足のコラボ、リビーリングとゴースティングっていうコンセプトで、うん、ありましたね。ありました。第1弾はこれ以前にもあったんですけども、はい、これは2019年の第2弾のコラボで、これ以外にも白と黒あるんですけど、そちらは結構お値段がするので。あー、なるほど。エアフォースワンってパッと見わかんないぐらいの。そうですよね。結構改変しております。うん、あと、ここもですね、スポンジが出てるんですけど、これは、ここの終端の部分を端っこをガッて切って、中身が見える。切りっぱなしのやつ。切りっぱなしのデザインになっております。うわー、すごいな。で、後ろもちょっと違くて、普通はここのタブがなんていうんでしょう、ピタってちゃんとくっついてるんですけど、はいはいはい、こっちは剥がれるように。すごいな。剥がしちゃダメですけど、未完成感というか、うん、はいはいはい、そういうデザイン、脱構築みたいな感じになってるという。そこがやっぱいいですよね。すごいな。この文字の上に数字を貼り付けてるか縫い付けてる感じ、これもいいですよね。すごいな。これ結構こだわって、結構てか、かなり手の込んだ、めちゃくちゃ手が込んでる。このエアフォースワンボルト、はい、ライム色のやつ以外にも、MCA ユニバーシティブルーっていうモデルもありまして、はいはいはい、まあ、MCA っていうのがシカゴ現代美術館の略なんですけども、それで開催されたオフホワイトのデザイナーバージル・アブローのエキシビジョン、フィギュアーズ・オブ・スピーチっていうのがあったんですけども、それを記念するカラーもあって、ユニバーシティブルーというのが、まあ、青色のモデルですけども、そちらもかなりしますけど、うん、そちらもちょっとおすすめなので、ぜひご覧になってみてください。なるほど。はい、じゃあこちらのアイテムはおいくらでしょうか？こちらのアイテムで6万円になります。6万。はい、およそ6万円です。まあ、ただこれはその、サイズと状態によってかなり値段が大きいので、一概には言えないんですけども、まあ、これはそうおりますね。なるほどですね。はい、うん。最後行きましょう。これがめっちゃ気になった。これですよ。4つ目は、シプリームコラボの NBA チームズエアフォースワンミッド。ミッドです。ミッド。ローじゃなくてミッドです。おお。これはですね、まずシプリームと NBA とナイキのトリプルコラボ。あ、NBA も入って。そうなんですよ。トリプルコラボか。で、NBA を一応説明しておくと、まあ、アメリカのバスケットボールのプロリーグ。はいはい。っていうところなんですけども、NBA チームズって名前がついている通りに、うん、NBA のチームのロゴが。はいはいはい。これがあれですね。マイケル・ジョーダンが所属していたシカゴブルーズになりますけども。うわ。出会ったりだとか、こんな風にいろいろ。で、ここにシプリームが紛れてるみたいなデザインになっています。この NBA チームズ、エアフォースワンは、白と黒があります。して、うん、まあ、そのあたりお好みで選んでいただいてもいいかな。黒もあるんですね。あ、黒もあります。スプリームとナイキのコラボで出されたエアフォースワンはこちらとこちらどっちもスプリームですけども、はいはい、それ以外にもかなりたくさんあるので、まあ、気になる方はぜひ探してみるといいかなと思います、うんうんうん、でここにもこのストラップにスプリームって書いてある、ね、かっこいいですよね。いや、このストラップが他と違うとこっすよね。そうですね、まあ、ミッドだからっていうのもあるけど、これ履いてたらちょっとおってなりますよ ね。あれだってなりますまあこれ結構そのいろんな色が入ってたりだとかいろんなロゴが入ってて一見派手っぽいんですけども、うん、ベースはあくまで白なので、物としてのシプリームコラボというものの良さ以外にもファッション性も優れてる一足かなと思います、うんうん、こちらのアイテムはおいくらでしょうか？こちらでおよそ7万7000円になります、うん、結構高いです。7万7000円。ただこれもホワイトと同じなんですけども、かなり値段の変動激しいのでサイズも、まあまあそうですよね。これはかなり状態も良くて、うんうん、サイズもそのゴールデンサイズと呼ばれるスニーカーとしては人気の高いサイズの 27cm になっているので、うんうんうん、そうですよね、差はありますけど。そうなんですよ、うん、はい、それではエアフォースワンの概要とおすすめモデル4つを紹介していただきました。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、スニーカーであったりだとかファッションに関するお悩みがある方はぜひお近くのリンカン店舗でスタッフに相談してみると良いかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。